ここですよね。こういうブレイク。肋骨はモットーですから。重たいなんか。ね。踏みました。肩甲骨だったらここや。これ肩甲骨ですけど、肩甲骨の作用を止めておきました。中心を使う。肩甲骨を使うと、8キロこんなとこで支えれるわけないねん。分かった。そんな筋力ないから俺。ええ。ってことはここ使ってへんってことね。ここじゃなくてこの辺使ってるから浮くねん。じゃあすげえ。なんかちょっと気持ちがいい。あんま浮かせないから。だいぶ打ち方とかすごい上手い。肩甲骨だとあんまひっつかないんですけど、向こうから肋骨をひっつかうとね、ひっついてくれんねん。ほんとなのか、手が離さないんですか。離せないんですよ。今こう持ってこう崩したんですよ。こうしたんじゃないですね。こう持たれてんのに、あえて離せばいいのに離されへんね。離さないんです。そうっていう密着感だね、肋骨使う。肩甲骨じゃないって言ってるね。肋骨の方向だし、相手のね、力の方向を感じるよね。で、体幹も中心を使ってね。何今の？何な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 の？おもろい。すごい。おもろい。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。